アルフレッドリオクリューを務めた人物である。父親から教えを受け、絵画の才能を発揮し、セーブル焼きの工房で働き、リオクリューの描く植物画は、芸術アカデミーの公式展覧会、サロンド・パリに1837年、1838年、1855年に出展された。1870年にレジオンド・ヌール勲章を受訓し、 園芸協会の会員になった。多くの植物学者と知り合うことで、植物画えの興味を持ち、多くの植物学者の著作の図版を描いた。親しくした植物学者には、アドルフ・ブロニアールやジョセフ・ドケーヌがいて、ドケーヌは、後に、共畜党家の俗名、ライア・クリークシアに、リオクリューの名前を命名した。リオクリューが図版を描いた著作には、 ギュースター・ブチュレのレジャル・ダン・フリューティア・ジュ・ミュージアム、ノーツ・アル・ガラジックス、エチュード・ファイ・ヒャラジックスや、ラウールのシュア・デ・プランツ・デ・ラ・ヌーベル・ゼロンド、ヘムズリーのハンドブック・オブ、ハーディ・ツリーズ、シュラブス、アンド・アーブシャス・プランツなどがある。演芸雑誌、ラルビュー・ホーティコル・アンド・アナール・デ・サイエンシズ・ナチュレルスにも図版が使われた。アメリカの植物学者。 サージェントの12巻のシルバオブ・ノースはメリカの図版の監修も行い、ファクソンらが制作した600点の図を監修した。主はデプランツ・デラ・ヌーベル・ゼロンドのリオクリューの30枚の原画は、キューガーデンの標本館に残されている。86枚の原画はサージェントが園長を務めた、ハーバード大学のアーノルド樹木園に残されている。リオカーは、植物の学名で命名者を示す場合に、 アルフレッドリオクリューを示すのに使われる。ありがとうございます。